こんにちは、翔です。今回はですね、もう2回目ですけどね、コソ連用に、購入したですね、狭小ミニッツ、ちょっとね、挙動かなんか最近おかしくて、フラフラしてるの分かりますかね。こんな感じでね、ちょっとズルズルな感じになってきちゃったんで、ちょっとね、手を入れてみようと思うんですけど、これツイッターでね、ちょっと教えていただいて、まあ、ホコリがちょっとついちゃうとこんな風になっちゃうよってことで、コースとね、ミニッツのタイヤの方をですね、ウエスで清掃してやったんですけども、すでに違いますね。ほんとね、グリップが復活してる感じかなっていう、ほんとそんな印象ですね。さっきまでのあのフロントの変な逃げるっていうかですね、中に入っていくような変な挙動もなくなっていい感じなんですけどね、ちょっとね、このミニッツ気になる点がね、やっぱりあるんですね。というのがですね、まずはこのリア側ですね。以前ね、これ配線切れて修理したやつなんですけどね、ロールフォークはね、ほんと動きすぎじゃないかってぐらいね、よく動くんですよね。でバンプもそれなりに動いてくれるんですけど、逆にね、このホイールベースの設定だとね、リバンプ側がね、全く動かないんですね。でもう一つがね、これ最初から気になってたフロントサスのね、動きの渋さ、特に動き始めですね、がもうすごく引っかかる感じがして、なんていうんですかね、まあ、初動が悪いっていうかね、ほんとスムーズさ全くないんですよね。ちなみに稼働するアッパーアームだけを動かしてみると、それなりにね、スムーズに動いてくれるんですけども、あそこのプラスのネジのとこが軸になってね、アッパーアームとして動くんですよね。でナックル自体も単品でね、動かしてみるとこんな感じでね、スルスルでかなりスムーズなんですけど、全部まとめて動かすとね、渋いんですよね。本当に渋い、なんかガガ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 みたいな感じで動くんですよね。でこの下が、まあロアはシャシと一体になってるんで、それから生えてるこのピンとなんかその金属部品との干渉なのか、これはね、もう右も左もほとんど同じような感じなんですよね。まあそのカスタムパーツなんかがいっぱいあるのは知ってますけど、ちょっとね、これほんとコソ連用ってことで、外でね、走らせられない時のためにやってるんでですね。でちょっとね、リアをホイールベースがね、縮まる方向にちょっと動かしてみます。これね、もうネジを2本ね、緩めて締め直すだけってことで、前にね、いくつか穴があるんで1つ前に動かしたんですけど、こんな感じでね、リバウンド側にも少しだけ動くようになったっていうのがね、これでちょっと車らしい動きになるんじゃないかなって、リア側に関してはですね。なんて言ってもやっぱりフロントがね、減速時に沈み込んでいく、まあ荷重も前に移動していくわけですから、その辺ね、リアの動きっていうのもすごく大事なんじゃないかなと思ってやったんですけど、でフロントね、ホイールを外してちょっと見たんですけどね、リアはね、先ほどお伝えした通りですけど、ちょっとどっかをなんかこういじって、例えばどっかの部品を削ってどうとか、なんかそういう感じじゃこれないなっていうことでね、とりあえずもう清掃とグリスアップでなんとかちょっとこの渋さを改善してみようと思います。全体で動かすとね、ほんと渋いんですよね。さっき言ったね、この金属部品、真ん中のシャフトと丸いやつですね、あいつがなんかどうもなんか悪さをしてるような気がしてですね、
グリスはちょっとねエアガン時代から引っ張ってきたこのマイクロなんだベアリンググリスかな、これね修道する動きに対してはねすごく効いてるっていうイメージが私あるもんですから、こういうね金属同士が修道するようなところにはちょっといいんじゃないかと思ってね、とりあえずグリスを塗って、各パーツをね動かしながらちょっとなじませていこうかなということで、今グリスの方を塗ってます。あとはね、まあ、あのシャフト真ん中に通ってるシャフトに各部品が通ってるということなんで、もうねそれぞれの部品をこうしっかり動かして馴染みを出していくだけでも変わるだろうということでね、ずいぶんこれ長いことガチャ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 やってましたけど、実際ねこれやってみると作業前よりはね確実に軽く動いてるなっていうのは分かるんですね。まあ、なんでかっていうと、こっちまだ何も手を入れてないんですけどね、これ冗談だろっていうぐらい本当最初が動かないんですね。動き始めると、まあ、ガリガリしながら動いてるっていう感じで、それと比べればねさすがにちょっと、まあ、雲泥の差とまでは言えないかなっていう感じですけどね、はるかによく動くようにはなってると思います。実際まあ車が動いてこれがどう動くのかはねちょっとさすがに分かりませんけど、まあ、やらないよりはね明らかにやった方がいいだろうなっていう気はねほんとしてます。ということで左右とも、メンテナンスが終わって、ホイールの方組み付けてますけども、これねちょっと画像には撮ってませんけどね、驚くことにこのフロントのホイールベアリングが入ってるんですね。で締めすぎちゃうと明らかに回転が渋くなるんで、まあ、目いっぱいまで締めなくてもいいですけど、まあ、締まったとこからね少しずつ戻しながら、この回転がね滑らかになる、で最も締まってるっていうポイントを探してやるといいかなというふうに思いました。こんな感じでねガリ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 ってなってた最初の感じがねだいぶ良くなったかなっていう感じですね。でもねもう一つね心配事がちょっと途中で増えちゃってるんですね。ホイールベースをね縮めちゃいましたからね、やっぱりボディつかないんですね。見ての通りです。もうリアフェンダーがねがっちりタイヤに当たっちゃってて、これはねもうあくまでもこそれん用ということですからね、ボディにはちょっと申し訳ないんですけどね、干渉部分をねがっちりちょっともう切っちゃいました。本当に見た目がホイールアーチちょっと変な形になってますけどね、本当全国のね86ファンの皆さん本当申し訳ないなって感じなんですけど、やっぱりねちょっとこそれん用、あくまでも走り重視ということでね、今回チューニングの方をやりましたけど、ボディつけてみてもねやっぱり作業前とは全然違いますね。フロントモリアも、先ほどね動画で見ていただいた通り、変化が、いい方向に出てるんじゃないかなっていうそんな感じがするんですけど、やっぱりねリアのリバウンド、まあ、どれぐらい効くのかはねちょっと分かんない。あこれねボディはニッパーでバサッと切ってヤスリでちょっと整えたってだけなんですけどね。ということでね6畳サーキットで、ちょっとね試運転してますけども、ホイールベースの変更がね多分ちょっと要素としてすごく大きかったんですけどね、足回りがまあそれに対してどれくらい効いてるのかっていうのがわからないかなっていう感じがするんですけど、操縦した感じはねすごくいいフィーリングになりましたね。もちろんね冒頭のタイヤとね、このコースを清掃したっていうことでタイヤのグリップが良くなってるっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、全然そんな次元の話じゃなくて操作してる感じがねほんと良くなりました。ちょっとねちっちゃいから動画上でどれぐらいわかるかわからないんですけど、まあね明らかにやらないよりはやった方がいいかな。特にフロントサスとかリアサスの動きなんか見直してみるのもねちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとがっつりねミニッツやってる人にはねちょっと大した情報じゃなくて申し訳なかったんですけども、
今回もね、最後まで本当お付き合いいただきましてありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。